ダイハツのキャストシリーズはこのキャストアクティバをはじめ3パターンが用意されていますが、どれもかっこかわいい外見を持っているため、そのルックスにフォーカスがされがちです。しかしこの車、実は乗ると楽しいハンドリングマシンであるところが注目ポイントなんです。コーナリング中の姿勢もこのように安定しています。ではなぜそのハンドリングマシンになる素性ができているんでしょうか。それはこのキャストアクティバが採用している D モノコックという光合成ボディにあります。例えばドアの周りのパネルには、従来は 0.65mHz の鉄板を使っていましたが、今回このキャストに使っている D モノコックでは 1mHz の厚い高張力鋼板を使っています。これによって骨格のみで屈強なボディを作ることができましたので、フロントフェンダーやリアハッチゲートなどは樹脂パネルにして軽量化を進めることもできました。またこのキャストシリーズでは前後スタビライザーをセットするなどしてハンドリングの性能を高めることに注力しています。この屈強なボディと前後のスタビライザーをはじめとしたサスペンションチューニング、これによってキャストは乗って楽しいハンドリングマシンになっているんです。